六野山は、千葉県君津市にある山。六野山より望む九十九国歌川広重、三回三立相撲かずしか山。六野山は、暴走丘陵の一角をなし、あたご山に次いで、千葉県で二番目に高い山で、南暴走国定公園に指定されている。かず地方の最高峰である。六野山とは、白鳥盆熊野盆かヶ峰の三方の総称である。 白鳥峰の直下には、久し19国天望公園、熊野峰の直下には、神の寺、春日峰には、国土地理院の即地観測所がある。三名の由来は、鹿が多くいたことから、鹿の園にちなんで名付けられたという説や、砂鉄が取れたので、金星山と呼ばれていたという説などがある。東山を構成する三方の名称は、それぞれの山頂に、白鳥神社、熊野神社、 春日神社が祀られたことに由来する。日本穂高が統制の際訪れ、先住民の豪族の悪とめをと戦い制罰したという伝説がある。598年、聖徳太子により神の寺が解散され、その後修験道の山として、また、カズサ国と安望国を結ぶ街道の町として栄えた。六さ山は、平地から死人しやすく、旧東京天文台から、 日本経緯度原点の方向の基準である原方位を定めるために1879年には日本最初の一等三角点が山頂に置かれたその後も2001年の測量法改正まで原方位とされていた1956年には国土地理院の測地観測所が設置され地磁気や人工衛星の観測などが行われている1960年代 マザー牧場とゴルフ場がオープンし、観光の山となった。ありがとうございます。